はいどうも、ちえほんです。今回はこちら。アクオセンス7プラス。はぁ、あ、まだ買っちゃった はい。というわけでね、今回はこの機種をレビューしていきたいと思います。え椿さんは、えなしで、えお届けしていきます。えあとはお差しください。はい。え今回レビューしていくのがこちらのアコースセンス7プラスなんですけれども、えセンスシリーズ、え久しぶりのプラスモデルとなっております。えアコースセンス4プラスからね、え後継機が出てなかったんですけれども、久しぶりに復活しました。というわけでね、今回この機種はどんな機種になってるのか、えデザイン、カメラ、スペック、 動作あとスピーカーバッテリー持ちなんかもじっくり徹底チェックしていきますのでどうぞ最後までお付き合いください。それではいってみましょう それではね、まずデザインからチェックしていきます。こちらね、アコースセンス7プラス、ディスプレイサイズは6.4インチ、イグゾーオーレットディスプレイを採用しております。いわゆる UQL ディスプレイですね。リフレッシュレートは 120Hz 駆動となっておりまして、上部に水滴型ノッチを採用。ベゼルについてはね、上部よりも下部の方が太めになっております。ただね、あの、これ使っていてね、そこまで気になるほどではありませんでした。で、画面のね、えー、綺麗さなんですけれども、今回このディスプレイ、あの、かなり綺麗 ななってんのかなっててのか思いますあの、使っててね、あの、全然違和感なく、発色も綺麗でね、非常に綺麗なディスプレイでした。で、直射日光下でもね、十分見やすかったので、非常に使いやすいディスプレイになっているなっていう印象があります。 今回ディスプレイには保護フィルムは貼られてるので注意してください。今回僕はアクオセンス7プラスにはいつも通りですね、あのミヤビックスの QH 光沢ペットフィルムを購入してすでに貼ってあります。ちゃんとね、ミヤビックスの保護フィルムであれば全画面を保護できてインカメラもくり抜かれてるので画質に影響は全くありません。タッチ感度もかなりいい感じです。気になった方はあの詳細概要欄に貼っておきます。ぜひね、チェックしてみてください。 続いて背面デザインについてチェックしていきます。今回ね、カラーは三色展開になっておりまして、ディープカッパー、シルバー、ブラック、この三種類ですで。今回レビューしてるのはディープカッパー、どうですこの質感。今回のね、アコースセンス7シリーズってすごい僕、質感がめちゃくちゃ上がったと思っていて、低価格ながら、なんかあの上位モデルのハイエンド機のような高級感もちょっと出しつつみたいなデザインになってるのがすごいいいなって思いました。アコース R7 なんかのちょっと とデザインもね、あの、どこかあの似たようなものを感じるような仕様になってます。え上部にカメラを搭載しておりまして、下部にアクオスとロゴが刻まれていますえ。背面の質感についてはですね、メタルボディ採用しておりましてえ、加工はマットな感じで、サラサラした触り心地になっています。色味もね、すごいいい感じになっているので、僕はね、とても気に入っております。 でちなみにねえ、カメラのところに、ね、フェリカマークが入ってるんで、これね、結構珍しいような気がします。で、あとね、皆さん気になってると思うんですけどえ、カメラの出っ張りなんですが、あのね、出っ張りはね、結構出っ張ってますね。こんな感じですね。 デザインがね、かなりいいので、ケースなしで使おうかとは思ったんですけど、やっぱりカメラが出っ張ってるので、ケースをね、やっぱつけたいなと思って探したんですけど、ケースがマジで全然ない。はい。あのー、ね、いろいろ探してみたんですけど、本当に選べるほどなくって、あの、これからアコースセンス7プラス買われる方は、先にね、ケースどんなものがあるかなって見とていた方がいいかもしれないですね。ケース付けない方だったら全然関係ないと思うんですけど、まあ、そこはちょっと注意してください。 今回本体の重さは 172g、バッテリーよりは 5050mAh になっております。はい、持った感じはこんな感じですね。さすがに6.4インチっていうこともあってえ、横幅もしっかりあって大画面なので、まあ、あのー、やっぱり大きさは ね、あるかなって感じですね。これはね、もうほんと人によって、えー、合う合わないあると思います。でもね、持った印象としては、172g なんで結構ね、あの、最近の大画面スマホの中ではだいぶ軽いかなっていう印象があります。大画面なのに長時間使ってても、あの、疲れにくいなって印象はあるので、まあ、大画面好きとしてはこれかなりいい選択肢になるんじゃないかなと思います。で、あとですね、背面が気持ち、えー、ラウンド左右してるので、こう持った時に手にフィット感が生まれてるんですよね。これ これがね、個人的にすごいいいなって思ってます。はい。このあたりはぜひね、実機、えー、手に取ってみて、試してみてください。個人的にはすごい持ちやすいなっていう感じがしていますで。片手操作についてなんですけど、キーボードの片手打ちについては、まあ問題なくできるんだけど、上部にあるボタンについてはね、こ、こんな感じになるので、ちょっと、まあもうね、持ち替えないと、えー、いけないかなっていう感じがします。片手操作でね、すべて完結するのはちょっと厳しいと思うので、ここは、えー、ちょっと注意してください。 それではここからはスペックと動作についてチェックしていきたいと思います。CPU にはスナップドラゴン 6955G っていうのを搭載しております。まあ、今年のね、ミドルレンジモデルに多く搭載されている CPU ですね。メモリが 6GB、ストレージ 128GB で外部ストレージにも対応しています。マイクロ SD 最大 1TB までえ対応しておりますので、この辺りもね、魅力的かなって思います。でさらにですね、防水防塵 IP68、もちろん対衝撃にも対応しております。えさらに、お財布形態にも対応しております。 非常に、えー、魅力的な仕様もう本当全部入りのもう国内ユーザー向けに、えー、しっかり作られている感じがしていますそれではここからは動作をチェックしていきたいと思いますまずはスワイプ、まあ、この辺はね特に問題ないかなっていう感じですね使ってでもね違和感はありませんでしたじゃちょっとアプリ起動してみますはい開閉ですね どうですかね、まあ、ここをね見てる限りは結構滑らかに動いてくれてるんじゃないかと思います。はい、こんな感じです。でスクロールはこんな感じ。超快適スクロールかって言われるとそこまでではないかもしれないんですけど、結構ね滑らかに動いてくれます。こんな感じですね。まあでもちょっと あのね、やっぱね、スナップドラゴン695を搭載してることで、ちょっとね、パワー不足っていう感じがね、ところどころあったりするので、まあ、この辺はね、スナップドラゴン700番台がやっぱ良かったなーって、個人的には思ってます。でもね、日常使いする分には、まあ、これだけ動いてれば、まあ、十分かなっていう感じはあります。ちなみに気になったのはツイッターなんですけど、え、こんな感じでね、ちょっとガクガクしてるのわかりますかね はい、こんな感じなんかねスクロールがすごいガクガクするんですよねこれがちょっと惜しいなって感じました、まあ、この辺はねまあねしょうがないところかもしんないんですけど是非、えー、もうちょい頑張ってほしいかなって思いました、えー、ベンチマークについては最大396,513点最大温度が40.1度だったのでまあ結構 こうえー、ハイスコアは出てるのかなと思います。正直ね、あの、40万点出てれば、えー、日常使い、まあネット、電話、えー、メールだったりとかは、まあ何ら問題ないと思います。ちなみに、ゲームをね、ちょっと試してみたんですが、原神はこんな感じです。 さすがにね、やっぱりスナップラグ 6955G 搭載機っていうことで、まあ、あの、めちゃくちゃ快適かって言われると、やっぱちょっと厳しいかなっていう感じですね。でも設定次第では、まあ、そこそこ遊べる感じにはなってるので、ま、あね、暇つぶし程度であれば、まあ、本当に全然こだわりなければ、ま、ああの、ある程度遊べるかなとは思うんですけど、やっぱり快適に、え少しでも快適にっていう方には、ちょっとお勧めしづらい一台になってるのかなと思います。えこのあたりはね、自分の用途に合わせて選んでいってみてください。 ちなみに発熱についてはですね、えー、ゲーム時はね、やっぱり発熱結構するかなっていう感じです。ただ異常な発熱はなかったので、そこまで気にする必要はないかなって思います。さすがね、やっぱあの、本体サイズが大きい分、まああの、発熱もね、割と緩やかな感じになってるので、そのあたりはね、魅力的かなと思います。 次に生体認証を試していきたいと思います。今回ね、アコースセンス7プラスについては、側面指紋認証と顔認証に対応しております。顔認証についてはね、マスクをしたまま利用することができるので、これ結構 こう便利でした。あのー、やっぱりね、最近マスクすることも多いと思うんですけど、あの、マスクしながら顔認証を使える機種って意外とね、少なかったりするので、まあ、そのあたりね、あの、普通に使えたのはすごい魅力的でしたで。アクオスセンス7プラスの指紋認証、一つね、ちょっと惜しいなって思ってることがあってえ、今回アクオスセンス7プラスに搭載されている指紋認証なんですけれども、実は電源ボタン一体型ではなくて、 電源ボタンンの下に指紋認証センサーが搭載されております、えー、最近のねアクオスシリーズだとアクオスウィッシュとかねその辺りがね同じようなことをやってるんですけれどもセンス7シリーズもね同じように一体型ではないタイプになってるのでここでちょっと注意、えー、こうやって持って電源ボタン今ここにあるんですけど指紋認証センサーがここにあるんですよねなのでこうねちょっとこうなんだろう 押しにくさ使いにくさがあるのでこれはねちょっと使ってて惜しいなって思いましたじゃあちょっと指紋認証の精度を試していきます え今回ね、指紋認証の精度とか、あとは認証した後の画面移行なんかも結構早くなってるので、まあそのあたりはね、すごく魅力的かなって思います。で、今回はね、側面指紋認証センサーを搭載してるんですけれども、以前のね、アクオスセンス6なんかは画面内指紋認証だったので、あの、あれって結構やっぱり精度がいまいちで使いにくかったんですけど、今回はね、側面にあるので、あのね、これかなりね、使いやすくなってます。はい。なので、このあたりはね、すごいいいんじゃないかなと個人的には思いました。指紋認証に 加え、顔認証にも対応しているので、結構いろんなシーンに対応をすぐできて使いやすさを感じれるので、まああのこの辺りね、あの、このあたりね、ぜひチェックしてみてください。それでは続いてカメラをチェックしていきたいと思います。え、アウトカメラはデュアルカメラ仕様になっております。5030万画素の広角、800万画素の超広角を備えています。え、インカメラはね、800万画素のシングルカメラ仕様となっております。それではカメラ UI をチェックしていきます。 はい、こんな感じですね。ここにシャッターボタンがあって、えー、カメラの切り替えはこっちですね。超広角、えー、1倍と切り替えて、2倍ズームにも切り替えがさっといきます。最大ズームは8倍までとなっております。 え、使ってて気になったのはね、このレンズのね、切り替えが気持ち遅い時があるんですよね。えー、今ね、あの、割とサクサク切り替わってると思うんですけど、え、写真を撮って画像を処理してる間、切り替えがね、遅くなったりするので、それがね、ちょっと惜しいなと思いました。やっぱりこのあたりが、えー、処理性能不足というか、やっぱスナップドラゴン695、えー、搭載してるからなのかはわかんないんですけど、まあ、ちょっと重さを感じました。で、今回すごいなって思ったのは、えー、 オーートフォーカスの速さなんですすけどわかかりますかね今真ん中あたりに何か出てるのがわかると思うんですけどこれはねオートフォーカスがもう認識してる状態ですねはいあの速度がねめちゃくちゃ速くなったんですよね今までってこんなに速くピンと合わなかったんですけどそれがねかなり速く バチッと合ってくれるようになってるので、これね、すごい変わったなって思いました。本当にカメラが使いやすくなったって感じれるところなので、ぜひね、皆さんも一度チェックしてみてください。それではね、こっからはカメラの作例をチェックしていきたいと思います。 まずは広角なんですけれども、広角についてはね、歴代センスシリーズで間違いなく最高の出来です。本当に明るく撮れていて、色味のバランスについては、まああの、ちょっとバラつきはあるんだけど、まあ割とよく仕上がってるかなって感じ、ちょっと映え系にはなってると思うんだけど、まあまあまあ、あのー、よく頑張ってると思います。本当あの、センスシリーズでこれだけ撮れてれば、個人的には十分です。で、相変わらずね、その色味のバラつきだったりとか、やっぱりソフトウェアの処理の甘さにね、惜しいところ こあるんですけど、まあこれまでのセンスシリーズはもう明らかに違う質感で撮れるので、まあ、個人的にはね。すごい満足しております。超広角についてはこんな感じです広範囲をね。1枚の写真に収めることができますえ、光量さえ足りていればまあ、そこそこ明るく撮ることはできるんですけれども、さすがに広角の質感に比べると、やっぱり解像感がいまいちなのと広角と超広角にね。色味の差があって、まあ、ここはね。まあ惜しいポイントかなって思います。まあ、しょうがないところなんです。けど ちょっと注意してください続いて2倍ズームです2倍ズームはねほんと使いやすくって結構明るく撮れてるし解像感も割と十分かなって思います本当にあのスマホで確認する程度であれば結構 使いいやすす感じにになっているのでで、まあ、個人的にはは、ね、大大満足ですで最大8倍デジタルズームはこちら、まあ、ここまで来るとさすがにね、荒さが、えー、目立ってくるので、まあ、あくまでおまけ程度と、えー、思っておくのがいいと思います。えー、その他作例はこんな感じ。もう本当にね、あのー、センスシリーズとは思えない感じのね、写真がポン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 、えー、撮れるような感じになっていて、広角のセンサーがやっぱり大きくなった影響で、まあ、全然なんか変わったなって感じがします。ですごい変わったな って思うのはえ暗所夜景撮影なんですけれどもこちらどうですか これ、センスシリーズですからね。あの、本当に光量が全くない場面でも AI オンだったりとかナイトモードを利用すればすごい明るく撮れます。もちろんね、あのー、改造感に荒さを感じる部分もあるんだけど、えこれだけ撮れるセンスシリーズってマジで今までなかったので、本当によく、えー、鮮明に撮れるようになったなって思いました。もうね、今回カメラ進化しすぎだと思う。はい。 うんすごい、すごいなって思いました。本当に素直にすごいと思います。で、ちなみに動画撮影についてはこんな感じです。 動画撮影については、ちょっとね、やっぱりいまいちさがかなりあるかなって感じですね。えー、今回はね、4K 撮影には非対応で、1080p の 60fps まで、手ぶれ補正がね、もういまいちな感じで、あのー、かなりね、ぶれた映像になってると思うんですけど、このあたりはね、ちょっと注意が必要。まあ、止まって撮るならいいんだけど、動きながら撮影したいっていう方にはお勧すすめしにくい動画性能になってるかなと思います。まあ、とはいえ、静止画はね、かなり変わったので、まあ、本当にかなり頑張ってくれたな って印象がありました。続いてスピーカーをチェックしていきたいと思います。アコースセンスセブンプラスステレオスピーカー搭載です。え音はこんな感じ。どうぞ。 いかがだったでしょうかまあ、あのー、歴代最強の大音量スピーカーにはちゃんと慣れてるかなって思います。え本当に大音量で迫力ある音を楽しめるようになってるので、まあ、そこはめちゃくちゃいい。ただ、ただね、音を出すと、さーっていうノイズが出ます。 これがめちゃくちゃ気になる。特に音量が小さい時にめちゃくちゃあのノイズが気になる感じになっていて、このノイズさえなければ僕は歴代最強のスピーカーだって思うんですけど、このノイズがあるせいで正直台無しかな。 って思いますね。で、アクオスセンス7プラス、僕実は発売日に購入していて、まあすぐレビューね、しようかなと思っていたんですけど、実は、あの、このね、ノイズが気になってしまって、まあ正直初期不良じゃないかと思って、えー、本体交換を行いました。交換後のこの2代目、今見ていただいているのがこれ2代目なんですけれども、あのね、2回目でも同じだったので、これもしかしてしようかなと思ったり、ただ、中には、えー、いろいろね、あの他の方のね、口コミ なんかも探したんですけど、えー、すごいいいスピーカーだって言われている方もいらっしゃったのでまあ、もしかするとこれ個体差なのかなと思いますとはいえすごいいい音が出るスピーカーを引く確率が正直低すぎるんじゃないかなと、えー、というトラブルがあったのでなのでレビューするのがちょっと遅くなってしまってるんですけれどもまあこのノイズさえなければ本当に最高のスピーカーだと思うのでもし、えー、事前にね、えー、チェックをして変えるのであればチェックをし 買った方がいいいと思います本当に個人的にはね、このノイズがね、惜しいなって思うので、まあね、一回目、まあ初期不良はまあしょうがないと思って、二回目もね、同じくノイズが入っていて、さすがに、一応ね、相談をしたんですけど、修理になるみたいで、まあそこまではいいかなと思って、えー、やめてしまったんですけれども、うーん、ね、はい、あの、チェホンさん、もしかしたら強い引き、 なのかもしれないですね。まあ、あの,の、なので、まあ、ぜひね、えー、購入前は、えー、後悔しないように必ずチェックしてほしいなと思います。ちなみに、イヤホンジャック搭載しておりますので、有線を楽しむ方であれば、まあ、特にね、スピーカーの音は、まあ、気にならないと思うので、まあ、そういったところは非常に、えー、魅力かなと思います。で、結論、スピーカーの音、うん、いまいち、はい。えー、正直残念です。はい、僕は、ね、これはもう最高のスピーカーとはちょっと言いづらいかなと思います。まあ、間違いなくね、まあ、あの、音量 とかえー、迫力ある音っていうところにおいては史上最高だとは思うんですけど音のクリアさまあ、そもそもノイズが乗っちゃってるのでうんこれはいまいちかなって思いました続いてバッテリー持ちについて、えー、アコースセンス7プラス大容量のね 5050mAh バッテリーを搭載しておりますいつもどおり YouTube を垂れ流した結果はこちら100%から3時間経過で81%でした え、こうやってね、YouTube を垂れ流すだけのテストだと、まあ、正直ね、あんまり持ちはいいっていう感じはしなかったですね。ただ、一日じっくり使ってみると、あの、持ちはね、やっぱり、あのー、かなり余裕があって、一日は正直僕の使い方と余裕でした。なので、全体のバッテリー持ちとしては、良いかなって感じ。すごい持ちがいいってほどではないんだけど、まあ、あの、普通にライトイザーの方であれば、一日安心して使っていただけると思います。 ぐらいの減りだったのでバッテリーの減り自体はね割と緩やかなのかなって感じましたえもちろんね利用用途だったりとか環境によっても多少差は出てくると思うのであくまでね参考程度にしていただきたいとは思うんですけれども結構ね持ちはい,いいのかなと思いましたちなみにワイヤー集電とか逆ワイヤル集電には非対応で注意をしてください それでは最後価格なんですけれども、今回アクオスセンス7プラスソフトバンク1000倍となっておりまして、価格は69,840円税込みです、はいえー。低価格モデルではあるんだけれども、えー、ミドルレンジの中ではやっぱりちょっと高いかなと、えー、僕は思います。コスパ的にはあまり良くない、はいえー、です。 なので、うん、特に、えっと、カメラすげえいいんだけど、スピーカーが僕マイナスが入りすぎててうん、コスパはね、微妙かなって思いました。それではここまでアクオスセンス7プラス、レビューしてきました。いかがだったでしょうかうん、どうだったですか皆さん。 うん。<laughs> 難しいね、これね。で、すごいなって思ったのはカメラ。今回本当にあの、センスシリーズのカメラ進化してるなって思って、特にオートフォーカス。あとは暗証。えー、広角がね、特に進化していて、もう本当によく撮れるようになっていて、なんかこれ本当にセンスシリーズなのかなって思えるぐらいの出来になってるんじゃないかなって思いました。で、悪いところについては何度もお伝えしますが、スピーカー。ノイズさえ入ってなければ、本当にすごいいいスピーカーだと思う。 これがクリアだったら、もう僕は、えー、もうダントツ押せるぐらいのデッキになってると思うので、あのー、今僕がレビューしてるのが、本当にこの、ね、あのー、ちゃんといい個体なのか、そうでないのかっていうのは正直、 うんやっぱわかんないので、んなんか評価しづらいなって、正直思ってます。はい。というわけで、えー、結論、えー、僕の評価としては、まあ、普通、スピーカーがー、スピーカーがーっていうのもなんかあれだけど、まあ、そこ次第でしたね。なので、まあ、買いっていうことは、正直僕の中では言えない一台でした。ぜひね、アクオスセンス7プラス買われた、えー、ユーザーの方、えー、スピーカーどうでしたかあの、そのあたり、えー、感想、コメント、どしどしお待ちしてます。えー、詳しいね、えー、アクオスセンス7プラス のレビュー記事なんかもね、えー、動画概要欄に公開しておりますぜひねそちらも合わせてチェックしてみてください、えー、今後も引き続きアクオスセンス7シリーズの最新情報最新レビューなんかもお届けしていこうと思っておりますぜひチャンネル登録をして待っていてくださいそれでは次回動画でお会いしましょうじゃあねー